出てきました。俺と阿部さんで、ごめん、あの僕マジで何も覚えてないわ。じゃあこれで、最初はこれでいくか。最初が最後だね、だから。最初が最後。最初かな、やっぱり。最初でいいんじゃない？そうだね。これでもう疲れは OK ってことで。うん。これやったらあと何でも OK やろ。OK OK。これ大体もうそうだね。あ、できたね。できたできた。すげえな、たまに。いきなり。来て早いな、もうあの入ってきて5分以内ぐらいでしたね、俺。すごいよね。うん。さすがやな。マジで、あの、僕今のデッドの感じ、絶対覚えてないで。俺が覚えてるから。そうか。俺が不可術で、忘れちゃった。ってなるから、そう思い出して、ちょっとやれば多分思い出して。最初この感じねって。あ、この感じね。って感じで。すげえなぁ、完璧やったなぁ。
分何十分とか。そうやな、30分ぐらいちゃう。2回なんか行きますか。一番気に入ってるのは値段だけど。え？いや、一番いいのは値段が安いってことだったけど。そうなんだ。そう、実家に落ちてたから0円。へいへいへい。おじいちゃんは昔だったのかな。なんか、なんで。おじいちゃん？あ、おじさん。まあ、兄がもらって放置してたのは。
Thank you.
結構あのさ、プラグを指でツン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 やるさ、やつは奏法っていうか、あれなんていうの、なんていうの、なんていうの、奏法っていうか、あれはなんていうの、ああいうの、え、そうなの、タッチホットっていうやり方なんだけど、おタッチホットだね、さすが、それでもいいよね、その曲、そういう曲結構やりたくない、¿Qué es lo que?
Thank you.
のどうあったろうな。そんな前のアクションがな、消えてしまったんだろうね。そういうか。でも今みたいな感じで、わかんないけど、うん、ベース2本で、はい、あの僕ベースみたいな感じでベースじゃないんで。今みたいな感じでなんかできそうだね。できる。あのモジュラー申請だと思っていただけたら。音は本当にモジュラー申請です。いやー、やっぱりそうだね。だからこのさ、あの感じの組み合わせで。これはようあんな長い時間できるね。すごいわ。あんばらい顎の力や。顎の力なんだ。顎の力やからね。もう使うか。レビュー変わんないんじゃない。Thank you.
ジモみたいにさ、ノイズなのにアンビエントにならないってどうやるの？ノイズなんだけどアンビエントにならないってどうやるの？結構ノイズ系ってさ、アンビエントに寄りがちじゃん。
タオルすぎやろ結構これもう 4,5 曲できたね。今のも良かったわ、うん、ダブルパーカッション持ってるのが大変だよね。やるのかやんないのかわかんないけど、しようか。これだけあったらもうやるしかなかったね。そうや、もう何曲できたかわからんけど、わかんない、バリエーションは。あの浜光の次じゃあ、バラチョコ突然トランペット。あ、それ行こうや、それちょっと平君とジョインやつして、さっきの何にも覚えてない僕も覚えてないよなんかほんまや、川道覚えてないって言ってたことほんまにそうなったわあの瞬間は忘れるわけないと思ったけどそこを忘れてるもんあ、でもちょっと音取ったかな。じゃこれどうやって音どこ押すの。ダメだね、ちょっと危ない。テーマっぽいの途中で作ってたけど、これどっか押すの。これあー、そこそこ、これどうなってなるなもだ。Thank you.
Thank you.
どんなバージョンがね、あるね。キー何よ。キーは、はい、ないです。ないですね。いや、なさすぎるから、なんか決めないかって。アンビエントなんですね。だから、アンビエントから脱却したいなって話を言わせたじゃないか。そこのとこどうなの。まあ、いいのか、それで。でも、そうですね。アンビエントな感じでちょっと。わかりました。結局それかいって。今、消しとった僕がキーに言われたのすぐ合わせられる気が全然しないっていう。
違うんじゃない。いや、違う。ピラミッドこれ。ちょっと待って、これ。それ俺の。ちょっと待って、これ。ぜひ。そういう、そういう系、ファンキーな感じもいけるの。いや、全然できません。なんかやってよ。全然できないかファンキービート。ファンキービートできたら苦労してくる。ファンキービートができたらな、こんな音に逃げてないんだよ。ちょっとできるかもしれない。ファンキービート系行為なんで。ファンキービートができるんだったら、こんなこと、ちょっと待って、難しいよね。俺も全然できないんだけど。そうだと思いますよ。勝負の話してくれるかな。いや、ドラムできない。ドラムできない。エレクトライブで全力のなんかトランスでも流してくれよ。誰か。じゃあサメさん、これだって。
Thank you.
照明のと、あとライ君がドラムで、うん、ドラムに合わせる、ドラムに合わせるっていうのはいいんじゃないですか。素敵だと思いますよ。至極真っ当な話だと思います。ドラムに合わせるっていう当たり前だよドラムね、無視でなかなかできないからね、うん、一番音量大きい楽器だし、ドラムがかっこいいバンドは大体かっこいい。あのバイクがさ、ちょっとディスコっぽい感じになってきたとか、そういうさ微妙なさ、あれをさ、うん、あの周りのやつが感じ取って、マヨネーズ、周りのやつがさライ君がこういう気分になりたいっていうのを微妙に出してきたら、それを察知して合わせてきて、合わせてきて面白くない、面白かった。やっぱ打楽器ってそういうこう引っ張っていく力あるような、パワーが、うん、これ吸っちゃっていいんじゃない？え？これ吸っちゃっていいんじゃない？吸ってるよ。換気扇だけ押して、換気扇だよね、どこに行くか分かんない。どうも無法地帯平田、無法地帯製造機平田です。後で直接漏らした方がいいんじゃない？マスだ、いいんだよ、音響やなんで、ライカ誰か持ってますか？はい、あ、ちょっと脳が痛すぎるんで、そういうことになります。正解です。あれ、あの声、エフェクトなしはきついと思うよ。めっちゃきつい。うん、あの特に、ダミ声になしてるのは、してるのとなってるのがあって、あれ途中でトランペットがね、ちょっと歪んでるような音を出すので、絶対喉いかれるよ。でもなんか、裏声みたいな感じだろ。あ、ずっとファルセット。トランペットはファルセットで、うん、こういう音は、これ。あったやろ、ね、口閉じて、右か左かどっちかの。あ、そうっす。大好き。あ、これはもう最初、4ニュースのネクストだね。変な声大会だったら、これができるけど。あれ、変なのがね、今。頑張り出すから、4人の脱走もいない。って感じが。これで脱走。確かに押し流れと伸びてやっぱり大変なんだよ。妙なスタッカートは下の感じで。すごいよ、めっちゃ上手だよ。今やったやん。今やったやん。上手だよ。まあ、音の変化は完全に。しかし動かない。ムーブのやつ
なんか普通のコンデンサーとか抵抗とかばっかりの話だけん。まだ治るよ。うん、大丈夫。多分。電源入らんだけだったら電源の可能性もある。9V のじゃなくて中央のさしたもん。さっき。待って、中のヒューズ飛んどるかもな。それか、あれ、コンデンサーとか、あの辺りがちょっと飛んどるかもしれない。逆裏前逆に送ったの9V 以上は突っ込んだ9V 以上突っ込んだ。ああ。もしかしたらコンデンサーが破裂してるかこれは。大丈夫、明日に治ってる。そんな気がする。中ヒューズあるかな。ヒューズなかったらマジで普通に流れたらコンデンサー爆発する。煙とか出んかった。そういうの、だいぶ結構そういうのいいな。だから宇宙っぽいベース弾いてよ。宇宙っぽいの。宇宙ベース？あのいや、そのギターの上に宇宙っぽいベース弾いてよ。
い出せなかった。あーどう深いとこ行くね、すごいね。最後良かったな、もうちょっと続けたかった。深いとこ行くね、すごいね。うん、あのバンセリの感じ、深いとこ行ったね、今ね。なんかほんまいろんな旅してきた景色が日本じゃない感じですね。これちょっとさ、あの誰かさ、あの iPhone でさ、今この状態で映像撮ってるのが面白くない？だ、あらゆる15分ぐらい、9時半、9時半か、そんなやってたっけ。